日曜日か、だからみんなお昼でも見れるか。そうだね。やっほー、レッスン終わりました。終わりました。まだ終わってはないけど、ただね、これから合間みたいな。松田さんありがとう。あら、あ、そう、ボイトレがあるね。あ、そう、ボイトレが、それまでの時間。そうです。こいちゃんありがとう、ひかりと1ピリットありがとう、おばさんかっこいい、ありがとう。やっぱ今日はもう鬼を名刺する気持ちがね、うん、本当にいいこと。なんか聞いてください、私ジャンフェス2日間当たってたのに行けなかったんですよ。え、ジャンフェスって今抽選なの？あ、そうです。知らなかった。マジで？そう、だからしかも2日間当たってたのに、そのコロナレッスンとか入っちゃって行けなくて、って思って、だからもう 鬼をもう全部飯を滅ぼす勢いで。そうだね、今のその気持ちで。そうか、そう、ジャンフェス、ショック。私いつ、去年か一昨年か行ったわ。え、そう、一昨年。え、でも去年かな、鬼滅の全盛期。去年オンラインじゃん。去年がオンラインで、あれ、あ、じゃあ一昨年か。一昨年か、一昨年、いつだっ、確かにマスクしてない。あ、じゃあ一昨年動画撮ったわ。一昨年だ。いやー、マジで行きたい。うわ、めっちゃ混んでたらしい。グッズ嬉しい。そうなんだ。てか来年は行けるよ。だって来年は行きたいね。絶対、何が何でも行く。来年はさ、何のアニメがあるかな、目玉になるのかな。スパイファミリーとかめっちゃ目玉になってて、今年も結構あれですよね。スパイファミリー、え、チェーンソーマンさ、アニメ。あ、確かに。チェーンソーマンめっちゃ人気になりそう。私まだ漫画見てないけど、めっちゃ気になる。チェーンソーマン漫画見たい。チェーンソーマンってあれですよ、女の子メインっていうか、あんまりイケメン出てきますよ。あんまりいい印象ないですけど、女の子の結構セクシーな感じのやつが多い印象ある。なんか表紙とか、表紙とか。グッズ、そうなんだ。そう、だからどうなんだろう。え、見ました、あれ、呪術の新しく公開されてたんですよ。何が、本当にやばかった。マジでもう本当にやばかった。さっき、もうね、やばい、さっきのちょっとした合間にツイッター開いたら、これですか、これですか。れいちゃんちょっとあの寝てたから、その間ちょっと、え、それが、そのかえぐいですよ。え、マジ私これ泣きそうになっちゃった、さっきのちょっとの間で。何、呪術のなんか、え、これ何、結構長めのやつです。そうです、あの24日に始まる呪術廻戦ゼロの、え、イテドリ君の過去みたいな。いや、もう乙骨ユタっていうの、あ、うん、ほぼ主役なんですけど、へ、トゲ君とかが2年生、1年生の時の物語です。1年前。なるほど、怖い怖い怖い。さっきの子が死んじゃったんですよ。になって、このユータ結婚するって言って、だから呪いとして取り付いちゃったんですよ。なるほど。そう、あ、で、あ、これが引きこもりの子か。そうです、そうです。はい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 。はい、決め。サトル。サトルまで、あなたに試しよう。もうそのサトル。あ、え、声がかっこいいね。歌もいいんですよ。しかもトゲくん可愛くないですか。可愛い。こんな髪型してたの。でもユージが、あの出てきて、ユージと被っちゃうから、あの髪型になったらしいですよ。でもいい、マッシュ。そう、マッシュ、ね、マッシュ似合う。だってかっこいいもん。うん、そう、かっこいい。何でも似合うよ。楽しみだね。映画、そう、知らなかった。うん、かわいい。めっちゃ可愛いよ。本当に可愛い。マジで可愛い。いつもこんな感じ、うん、ついていけてるな、みんな、うん、みんな結構割とどうだろう、ついてる、やばい。私のファンのみんなびっくりしちゃってる。びっくりしちゃってる。びっくりしちゃってる、ごめんね。ちょっと見せて。あ、ゲトウだ。そう、ゲトウと戦ってるんですよ、このユータと。そう、ね、リカちゃんで。やば、えぐいですよ、絶対。え、やばいですよ。
みんなが聞き慣れちゃって、でも同級生だから、えもう本当に怖いだけだと、もうここのシーンだけで泣きそうになっちゃって、どこのバトルでもさ熱いのに恋愛とかそういうの混ぜてきたらもっとさ、素晴らしいね。しかも歌詞もさっきの主題歌のキングヌーさんが歌ってる一途っていう、もうしかも一途だからもうリカちゃんとユータのもうそのための曲みたいな、やばえぐい、マジでえぐい、なんでか本当やばい。しかもめっちゃもう言いたいこといっぱいありすぎた、なんか、うん、あのアイハケのツイッターがさっきの休憩の合間に更新されてて、うん、全部公式でいいでしょって言うんですけど、うん、やばい、うん、今月ユキさんの誕生日だから、ユキさんがなんか、まずそもそももう今日何時入りの時間だっけ、ちょっと待って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 、私やってるんですよで、ガクさんがユキさんすいません俺の入り時間わかんなかったんでボマさんに連絡入れてきました、時間に間に合うといいんですけどって言ったら、間に合っていいの2回の山さんがうわ山本は真面目かよ、俺なら誤爆してんなでスルーしてたわ、アイハケでも八乙女のカバーあげたのやめてほしいって言ったら、ユキさんがあ間違えた、まあいいかこれが今日のアイハケと、あー存在した、リアルに存在する、存在する、誤爆しちゃってるのもユキさん、どっちよね、そう、 2.3 万人がいいねしちゃってるからもうもう今日何時入りだっけって、もう何ですかこれ本当に、えこれはやばい、本当可愛いわ、もう本当最高、この本当に実際するんだ、知らなかった、えぐいですよ、はあ、幸せだわこれを見て、私は今日は頑張るぞっていう気持ちで、本当に幸せです、あ面白いそう、あれいちゃんってあいのまた誰推しなの、そうちゃん、そうです、大阪そうちゃん、あのこの携帯ケースもそうちゃん、あ本当だ、メゾフォルテ、あ本当だ、すごい超かわいい、そうちゃんの、そうちゃん携帯ケースファンの方がいただいて、最高すぎる、ボロボロだけど使ってます、そうちゃんがいるから、うん、頑張れる、手元に頑張れるって思う、うん、今日、うん、プチ推し面を意識したこの立ち位置の髪にペンはオレンジにした、うん、やばっ、バッコムペンの色をオレンジにした、本当だ、そう、みつきだから、みつきだから、うん、オレンジにした、あそう、呪術舞台もね始まるんですよ、来年の夏、超楽しみ、どんな感じになるんだろう、ね、しかもなんかその舞台監督、うん、あ脚本かなかなんかの方があのテニプリのカイドウカオルの声優さんかな、へえー、なんかじゃあすごいちゃんと本格的な、そうめっちゃすごいいい感じになりそうじゃない、うん、レイちゃんが紫好きなのって相互が好きだから、え私いやなんか紫に惹かれる傾向があって、うんうんうん、おそ松さんでも市松が好きなの、へえー、オレンジオレンジじゃない、うん、紫、気づいたら紫のそのキャラ紫担当が好きになってるんだよね、なんか気づいたなんかね、そうクールな大人っぽいキャラが好きなの、確かにクール、確かに紫ってクール、うん、なんか可愛い系だから真帆ちゃんとは結構反対の全然合わないかも感じ、なんか全然大丈夫だな、ちょっと熱持ってる、でも氷みたいな冷やしてる、あ冷やしてる、しかもねこれもキクック、あの五条悟の大好きなおまんじゅう屋さんの、うん、この保冷剤、えやば買ったの買ったえそうなんだ、大好きなおまんじゅう屋さん、そう実在する、実在するんだ、そう仙台にある、そうでもなんかそのポップアップみたいな感じの店舗が茨城とかにもあって、うん、そうそこで持って、ポップアップポップアップって言わないかなっていうのもなんか団子屋、大福屋さんだっけ、大福屋さん、大福屋さんのポップアップあんのやっぱあったないけどかっこいいじゃんポップアップショップポップアップショップとは言わないか、なんかあの派遣されたおしゃれおしゃれすぎるでしょ、うん、ポップアップよ
エヴァだと初号機が好き。エヴァは0号機が好き。エヴァ見てないんだもんね、まほちゃん。うん、映画なんか。確かに。エヴァはイケメン。イケメンはそんなに。はい、農業の人が好き。農業の人。女の人と。映画見た？映画見た。あ、最新の見てない。今までの3個見た。え、今までの3個で農業の人出てきたっけ？出てきた。なんか農業やるみたいな。なんかあの大人のメガネの人だっけ、女の人と付き合ってんのか分かんない。あ、え、それ最新版の映画 でしょ。え、わかんない。医者お医者かも。あ、違うか。大人の男大人の男、うん、え、あ、農業やる。あ、違うか、うん、じゃあ分かんない。やりたいんだみたいな。いや、誰だろう。何て調べるんだろう。言えば農業誰だっけ。私の、あ、カジヤン、カジさん、カジさん。あー、あの人が好き。あ、そう、梶良次さん。なんで？え、なんかいい。お引かれる。え、超かっこよくない？だって心配になる。え、ほんと？え、この人結構あれだよ。え、変？ダメ？なんだっけ。え、悪者じゃないよね。でも悪者じゃない。え、結構良くない？まあ、確かになんかね、大人の。え、私あの人が好きなんだよね。これ農業、農業。ほんとだ、農業やりたいなんて言ってたんだ。うん、これしか印象に残ってない。そう、チャラいの、チャラいの。あー、確かにチャラそう。でもまあ、サトルみたいなもんだから、まあ、イケメン大体チャラいから、しょうがない、ね、なっちゃうよね、多分ね、うん、そう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 、うん、寄ってきちゃうから、その子寄ってきちゃう。うん、仕方ないよ。うん、スピン、うん、スピン、スピン、まほちゃんがサラダ食べてるな。おお、どうしたの？なんかちょっと気をつけてみようと思って。えらいじゃん。でも多分だって死ぬほど差し入れのさ死ぬほどね、死ぬほどもらったよ。撮影の焼きがしたし、うん、ね、うん、めっちゃもう。やばすぎ。絶対続かない。1週間続けたらもう覚醒するよ。史上最強のルックスになるよ。 AKB 史上最強になる。うん、なんか2日以上続かない。食べることが楽しいもんね、うん、甘いものが好きなの？しょっぱいのも何でも好き、うん、全部好き。食べ物が全部好き。そう、食べ物が好き。食べてない、食べちゃうよね。暇だったら食べちゃう。え、ね、お寿司食べ放題行こうよ。え、行こう。なんかさ、ルミネの8階にさ、うん、カウンターの寿司屋さんなのに食べ放題の店があって、うん、私そこ行きたいんだよね。めっちゃ行きたい。え、めっちゃ良くない？めっちゃ行きたい。すごい美味しそうだったの。やば。え、ネタはどんな感じ？普通に？え、なんかいろいろあった気がする。うん。それは強い。え、行こうよ。絶対行きたい。私いっぱい食べる人と行きたいんだよね。頑張る。よくば、よかった。マサさんもよかった。もう1週間でホールケーキ3つ食べたの。やばくない？やば。結構でかい。え、え、やば。どっち食べんの？うん、夢じゃん。え、そう。あの、もうそのまま。すごい。あの、それ食べて、ポテチ食べながら。やばいよね。やばすぎるでしょ。うん、いいな、夢だ。やろうと思えばできるけど、勇気が出ないわ。ね、そう。でも、まあ、人生長いから。確かに長い目で見ればさ。ずっとさ、我慢してたらさ、辛いじゃん。なんか、いつかはさ、うん、なんか人間ってやっぱ長く生きるからさ、こう、うん、まあ、痩せたり太ったりするの当たり前じゃん。確かに。そうだから、どうせそんなことするなら、あの、そんななんか、ああ痩せなきゃってもの辛いなと思って、うん、とりあえず食べて、まあ後で痩せればいいかみたいな。ああ、うん、長いしね。いいわ、ポジティブだね。そうそう、超いいね。人生長いし。確かに確かに。そう、今はね、ちょっと一瞬だよね。そう、長い一瞬だから。人生の間の。そう、確かに。そうなの。そうだね。うん、だから、うん、いいの。いいんだ。うん、面白い。餃子配信しようよ。え、めっちゃしたい。美味しい美味しいって食べて、うん、餃子を食べてくれる人がいい。マジで餃子食べたい。ずっと最近食べれてなくて。うちだったら多分200個くらい包まなきゃいけないよ、うん、やば。私絶対、え、あれってなんで包まなきゃいけないの？そのままもうさ、焼いちゃって。いや、食べたい。またね、ちょっと違うのよ。その、そうなの？皮に包まれてることでさ、うん、その、まず、口に入れた時の舌触りがあるわけじゃん。まあまあ、皮のつるんとした感じとか、え、丸とか焼き目の感じとか。こうやって、くっ
ってやんなきゃいけない、うん、丸でももうなんかこう、まあ、いいんだけどおにぎりみたいにグッて皮をグッて焼いて、ちょちょが絶対すぐ食べれるじゃん。確かにこうシュウマイみたいな、そう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 、シュウマイみたいな。でもやっぱさ、その固定概念あるじゃん、餃子の形の、まあ、何かに餃子っていう、やっぱそうそうそう、確かにあの形、確かにあれをさやっぱキープしようとしちゃうよね、人間だから。まあ普通に、あ、200個は言い過ぎたけど、普通に100個は絶対いるよね。絶対食べる、2人で100個は食べる。なんかでも街にさ餃子だけどさ店みたいな多くない？最近ある、なんか流行ってる、めっちゃ流行ってるね。なんかなんか気のせいかもしれないけど私が餃子好きって言い出してから、うん、餃子専門店出たんだよねやば、めっちゃインフルエンサーじゃん。気のせいかな気のせいじゃない気がするんだけど、うん、確かにめっちゃ餃子専門店、結構餃子界は私に癒やしてる気がする強いわ。気のせいではないと思うんだよ多分でもなんかその店とか見るためにれいちゃん、うん、れいちゃんって思っちゃう、あれちゃん餃子のお店まとめみたいな写真送ってきたよ、ね、うん、そうそうそう、餃子のお店写真撮って、そうなのよ、餃子も食べたいし、ホワイト餃子って何？あ、白。ホワイト餃子って別に白じゃないんだけど、なんか餃子の形してなくて、うん、なんかね、こう四角っぽい感じの形してる。そんな餃子見たことない。ね、だよね。巣鴨とかにある。ホワイト餃子ってお店のホワイト餃子だった気がする。すごい。でも確かに餃子っていっぱいありそう。うん、なんかいっぱいある。羽はつく。つくもの、普通の餃子って羽つき、羽つき、あれは分解して1個に1個ってこと、羽はついてるの、いやつけるのあれって、でもついてるところが多い気がする。でも家だとそんなにつけないところもある、うん、お店もつけないところもあると思う、うん、どういう餃子が好きなの？家で作った餃子が一番好き。野菜が多い、ね、野菜が多い、パリパリ、パリパリが好き。普通に怪我しそうになる口の中。そんなにパリパリ？待って、そんな餃子食べたことないんだけど。やばっ。なんかさ、そんなパリパリなの？食べるじゃん。で、うん、配信だからさ、綺麗に食べようとか思うじゃん。だ、うんうん、からさ、ちゃんとさ、こうやってさ、うん、バクって、うん、まあ餃子一口っていうポリシーがあるからっていうのもあるんだけど。めっちゃでかかった。どんくらいの？でも。普通にこれくらいかな。ああ、まあ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 、確かに、あ、行こうと思って。そうそうそう、縦にやるやん、うん、だからさ、やば、確かに餃子ってこうなってるから、ダメだ、お、いた、いた、いた、やばってなる時ある。やばすぎる、怪我怪我なかなかない、口の中刺さって。そうなのよ。ねえ、美味しそう。あ、確かに、ポン酢、醤油、お酢、ポン酢、柚子ポン酢、ああ、絶対美味しい。柚子ポン酢、ポン酢は本当に50本くらいリピートしてるゆずポン酢があって、何それ、そこのゆずポン酢が大好き。香りの蔵っていうところのゆず、香りの、あ、お店んメーカーわかんないけど、香りの蔵のゆずポン酢が一番美味しい。うんうん、それ普通に売ってる。すごい、めっちゃ美味しいの。餃子パーティー配信つけ、やりたいやりたい、めっちゃやりたい。こういう事務所とかさ使えるのかな。お、確かに、いけるんじゃない。でもめっちゃ大変、持ってくるのめっちゃ大変。確かに、まあホットプレート、うん、普通にさ、なんかキッチンスタジオとか借りてさ、うんうんうん、配信させてくれないかな。確かに、でもお願い、大人にお願いして、うん、里根とズッキーの距離も縮まる。どういうこと？
なんかさ、佐藤とズッキーとエリーで3人で帰ったらしくて、佐藤がなんか話回さなきゃと思ったので頑張った結果、なんかズッキーに意味わかんない質問をずっと質問攻めしてて、で解散した後にエリーに、エリーがもしズッキーの立場だったら怖かったと思うって言われたの。やば、それがトラウマで、もう佐藤ちゃんと話せないおもろすぎる、自信喪失してんの、そっから見てるの想像できるよね、想像できる、変な質問してる、うんうんうん、確かに面白いよ。クーさんありがとう、佐藤ちゃん、変な質問ないしさ、なんかネイル可愛いねみたいな、エリのネイル可愛いね、ズッキーはネイルしないのみたいな、ネイルしないですねって、うん、そうしないよね、そうだよ確かに言いそう、めっちゃ言いそう、確かに困るわ、それは。そうなのよ、人とコミュニケーションを取るのがね、ちょっと特殊だよね、特殊だな、この AKB にいると特殊になってくと思う、どんどん。あ、変な人が多いじゃん、やっぱり、うん、話し方とか、うん、確かに特殊、それでもさ、なんか成り立つわけじゃん、うん、特殊になっていくよね、やっぱ。セクフェア、あの人は何しても可愛いみんなそう言うよそれはそう、みんなそう言ってるよ。ありがとうだね。うわ、変な人、うわー、佐藤が入りたいって言ってるのに無理言ってあ、モモスだ、あ、ほんとだ、あ、え、マジで行きたかった、最後の、よしよし、あーね、めっちゃ行きたかった強めいいよ、入ってきな何してんの、フラムして、佐藤の話してたし、ほんとにさっき、今日佐藤ちゃんの話してたら、今みんなでご飯食べてた、あ、そうなんだ、そう、800円まで絶対食べよう、だから、うん、いらないものもいっぱい、あ、でもフリスク買った最低、あ、それカウントされないよ、うん、それカウントされました、ナイキさん、あ、違う、やってみたかったもらいました、誰かわかんない、全部もらいました、全額もらった、いや、うん、エリーはチキンカレー頼んだのにほうれん草カレーになったと思ってたほうれん草カレー食べれないじゃん、エリー、ね、食べれるの、食べれ、いけるって言った、よかった、揃ってしまったな、だって、え、何の話してたの、佐藤の、佐藤ちゃんの悪口、え、聞かせて悪口ちゃんは、うん、本当にね、可愛いって言っときゃいいと思ってるよ、佐藤ちゃんのこと。でもさ、うん、あ、待って、こっちもあったの。めっちゃ前変な話し方してるよなって。え、でもよくマホちゃんに言ってるじゃん。そうだよ。だから言ってんの。待って、みんな言ってるよって、そんなこと。佐藤ちゃん可愛いっていうコメントがあったから、さあ、それでみんな佐藤ちゃんには可愛いって言ってるよね。え、でもさ、よく真帆ちゃんにさ、さ、うん、もう可愛いしか言われないからそれ以外にはもう取り柄がないんだみたいに言ってるじゃん、言ってるよ、だから、え、どういうこと、だから言ってる話した人だよね、さっきおまちゃんにさ、うん、二人に邪魔者扱いされたって言ったらさ、うん、え、日本語って言われたなんて言ってるのあとが結構早口で言っちゃったから笑いながら言っちゃったから、え、なん、日本語喋ってるのって言われた。やばい、面白いよ。面白いね。アニオタ配信をしていたのね。うん、さっきまでアニメの話してたから。あ、で、その次佐藤の話してたの。そうそうそう、え、もっと話して、佐藤の話。聞かせて。ないよね、なんで、ま、ないから、レイちゃんはさ、そういうスタンスでいいけど、まおちゃんはさ、違うでしょ、え、違う、佐藤の味方じゃん、
そうだっけ、うん、味方なんだ、それは。ちょっとそれは初見。サトニアマジで天使だと思う。あ、ほら天使が追加された、アトリエに天使とかしか言われないから。可愛い天使なんて言われたらいいじゃん。え、実力、あ、実力派とか。でも可愛いだけがトリエってアイドル最高やって言われてますけども、まあね、それが最大の武器である。ある。でも傷つく。可愛いなかなかいないよ世界中。それが違うのよ。よく言われるのネガティブすぎるだろ。例えばアイル、アイルで違うの聞いて。ネガティブ、アイルで例えばライブをしました、はい、で例えば、まあ、ズッキーダンス上手い、なんでそんな怖いの。のかん、なんかありがとうみたいな言った後、かわいい。かわいいねってどう思う。わかんないよ、本当にわかんない。佐藤ね、すごいいつもそれで傷つく。かわいいって言われた、言われすぎたらこうなるね。そういう感じの状態になる。かわいいの知識も超えてしまって。かわいいって言われるのはめっちゃ嬉しいけど、いろいろ考えちゃうの。かわいい以外も言葉が欲しいよね。でも、まあまあまあ、多分ないんだと思う、可愛い以外には。だから、あ、もう佐藤はもっと頑張んないといけないなっていつも。無駄のない、無駄のないダンスしてるじゃん、いつも。そうだよ、無駄のないダンス。エンポスの踊り方がめっちゃうまい、でもね、でもね、エンポスはメンバー一可愛い、歌い方可愛い。そんなにね、エンポスの踊り方とか褒められたこと一回もない。ファンの人は思ってんね。それを思った含めての可愛いで、それも入ってんの可愛い。え、可愛いって便利すぎない？え、もうマンジと同じくらい便利。わかった、これから外のファンの人にはもう可愛いんじゃなくて、もうどこが可愛いって。確かに、そうしてもらおう。可愛いだけだから、うん、私の何が可愛いんだろう。確かに、具体的にどう可愛いか言ってもらうことにしよう。外のファンの人見てるか知らない。さとちゃんは癒し系だったよ。癒し、どう癒し系なのか。そう、ね、私はどう癒し系なのか。癒しがいっぱいある。癒し、声が癒しなのか。ふんわりして癒されるの。何がふんわりしてるの。こがけ雰囲気なのか、そう、話し方なのか。雰囲気でもさ、どういう雰囲気。雰囲気行こう。雰囲気具体的やむ。なんかできたと思う。サトナダンスも綺麗だし、笑顔は可愛いし、性格も最高だよ。なんかそんなにいっぱい言われるとさ、なんかよ、出てけよ早く。そんなに、なんか綺麗、綺麗ごとばっかり、綺麗ごとばっかじゃない。なんかそんな本当にお顔が可愛いって。お顔のどこが可愛い。例えばどの辺。お顔の、このレイちゃんだったら茶色い瞳が綺麗だねとかあるじゃん。私はだって別に大してそんな可愛いってわけでもないし、配置が絶妙。さとちゃんの可愛さは体の中からにじみ出てくる唯一無二の可愛さ。おお、まあ、いいね、よかった。あれ誰、ちょっと名前、名前あ、キューちゃんさん、キューちゃん。あ、もう覚えたか、覚えたか。キューちゃん、キューちゃんさん。すごいよ。崩壊。シリさん、ありがとう。まあ、すごい。めんどくさいこと言っちゃった。めんどくさいよ。あんたはいつもそうよ。本当にめんどくさい。あんまり言わないできたんだけどね、こういうこと。いや、そんなことないよ。でもずっと裏で言ってた、うん、私は可愛いしかないんだ、ずっと秘めてるめんどくささがあるのよ、うん、なんか本当なの、ね、外のリプランとか見てほしい。可愛いか、可愛かった、いいじゃん、平和でマジ羨ましいけどね。可愛いね、なんとか、ね、マジないものねだりだよ、それね。私なんかあんまそんな言われないけどね。え、なんて言われるの逆に。
で、真帆ちゃんはでももうさ、そういう環境を作り上げてるじゃん、自ら。そんな確かに自分から望んでないよ、そこまで。あのなんか、きつく当たってくださいとか言ってないよ、みんな。結構さ、さ優しくしてくれてもいい。でもよくさ、ショールームで怒ってるよね。買ったらダメなのよ。そうなの、よく言われる。ママにも怒られる。心を穏やかに。そうそうそう。そう穏やかね。佐藤は避けてくから。そうそうそう。避けてくというか、あんま聞いてない。聞いてお願いだから。でも本当にするスキルは大事よ。ね、そう。最近ね、でどう穏やかじゃない？逆に嬉しくなっちゃう。え、どうどう最近？あ、最近知らない。知らない？見てないけど。いや、見ないよね。え、いつショールームやってんの？めっちゃ結構毎日やってるよね。ショールームってさ、自分がやるとき以外開くなくない？確かにそれは間違いない。あ、でもたまになんか佐藤の話とかしてくれてるときにファンの人が切り取りみたいな。うん、出してる？うん。まあ一回ぐらいだけど。うん、たまに。話が面白いよ、だって話面白いかな、まあ、え、いつによるよ、いつ面白い話したかな、佐藤って。誰かがいると発揮されるその面白さって、佐藤って、ね、あのね、日によるんだよ、うん、楽しい、ね、そう、楽しい時は楽しいし、確かにテンションの波があるよね。確かに確かに、さっきとかもめっちゃつまらなかった本当につまらなくて。楽しいことないだろ。確かに楽しいわけないよね。違う違う、いつも楽しい。でもさっきはさ、さっきのさっきだね、さっきよりもっと前だね。ああ、そうか。なんでよって。なんでもうここはこうでいいじゃんよ。なんでよ、ここはこうでいいじゃんよ。あやめてよ。まだまだ。お腹すいたよ。なんでもう一回戻らないといけない。それはおもろい。私たちで歌うから。これはレイちゃんも言ってたよね、うん、レイちゃんも言ってた、レイちゃんも死んでた確かに、ね、本当に面白すぎるでもーちゃんはレッスン中で、ね、なんかいつもより可愛いよ、なんかおとなしくなって、おとなしくなって黙ってればいいのに、なんか違うね、あーちゃんのレッスン中めっちゃ面白い、それはうるさい、もう両サイドうるさいね、だからそれが見てもらえればね、あ、確かに真帆ちゃん意外と真面目なんだみたいなの好きなのよ、それ見えてないからね、意味ないよ。でもやっぱレイちゃんの方がそこは真面目じゃない、だってそうだよ、家でやってきてるし、けど真帆ちゃんは結構見ちゃう、ちょっと見てるけどできない、あ、そう、特殊なパターン見るのは偉い、覚えていこうっていう気持ちはあるよね、うん、たくさんあるけど体が追いついてない、そう、追いついてない脳みそと体が追いついてきてない、何年やってる、あ、エリも来た、うるさくない、ここには入りたくないみたいな顔されるのよ絶対嫌だみたいな、いつもこんなのいつもこんなんじゃないよ、佐藤はいつも静かなんだけど真っ暗な画面見せてきてんのえ、わかんない、わかんない、え、なんでわかんないの、曲中って書いてあった曲中やばい、待って、私レイちゃんの方にマジで怒られそう、うるさいって、本当に怖い、ごめんなさい、本当に謝ります、大丈夫だよ、まほちゃん、こんなテンションとかよ、私見るのあんまないんだから、優しいから、本当にごめんごめんごめん、もっともっと騒いでここにズッキー入れたらどうなる、かわいそう、だからいつもだからうるさいから裏にこもってんの、ズッキーさん、そうかもしれない、なんかそうかもしれない、裏にこもってんのよ、うん、見てる方が疲れるわ、だってえ、何曲中って何今はリハーサル中だったから曲が聞こえてる、あ、そういうことね、聞こえてないよ、あー、うん、喋れる、うるさすぎて、うん、大丈夫あった。喋る？私もショールームしようとしてた。あ、本当？なるほどね。みんなショールームしようか。ちょっとじゃああのマスクしないとあれだね。確かに。この部屋にみんないるから。
ちょっとね、みんなマスクさせていただきます。ツッキーの気持ちがちょっと分かった。ツッキーは引いてしまうかも。いつもこんなにうるさくないから。いつもはこんなにうる、ね、でもね、アイルの中にさ、確かにアイルみたいなもんでしょ。外の方が一番うるさい。そんなことない。え、待って待って、それはない。それはない。それはない。一番うるさい。それはないわ。私はゆいちゃんとズッキーと。待って待って、急な裏切りじゃん。それはレイちゃんが一番うるさいからね。マジ、うん、私回してんの。楽屋でもトーク回してるから。確かに確かに。 MC でもトーク回して、うん、確かに。このアイルを。でも楽屋はそんなうるさくない気がする。いつもそんなうるさくないよね。特にさ、意味のない会話ずっとしてない。確かに。内容のない会話。そんな大きな声ではないね、2人。うん、アニメとかでさ、盛り上がっちゃったらね。盛り上がっちゃうと止まらない。そう、止まらないっす。やっぱ夜やる。え、いいの？夜やるだって。バイバイ。あ、待って。さっきよりはゆいゆいもっと驚きそう。でもゆいちゃんって意外と喋るよね。うん。意外と全然乗ってくれるよね。そうそうそう。喋りかけてくれるし。そう。ゆいゆいちゃんとさ、二人で話したりする、うん、おー、この間のその、まあ、吉場さんの終わった後、うん、みんながなんかあっちの違う部屋行ってた時に二、うん、人だったんだけど、うん、僕はそう、めっちゃ喋ってた。あ、そうなんだ。そう、あの、やっぱあのゆいちゃんがあっぱれのラジオでさ、うちらゆむさんとかと会ってるから、うん、そうその話とか。あ、そうだそうだ、そうだね。マジで私が一方的に喋りすぎて、あの、あのうちらゆむさんはしぐろめぐみの声優さんなんですけど、うん、そう、あと少しでめぐみ、あの12月22日誕生日なんですよとか、マジで、うん、多分ゆいちゃん全然興味ない情報。あと少しでまたなんか CD 出しますよねとか、なんかマジで意味わかんないことばっか喋ってて。そうなんだ。なんか本当にえーって頑張って、一方的に喋ってるみたいな。あ、ちついてくれそうだね。そうそうそう、でも優しくね、聞いてくれてた。なめしばさん可愛かったね。めっちゃ可愛かった、うん、可愛かったです。ゆりゆしさん、ありがとう。アニハラ。アニハラしてるよ、ゆりゆ人が神だった。あ、嬉しい。頑張って考えたよね、ストーリー。なんかいっぱいそのさ、ハッシュタグ豆島48でさ、うん、写真とかも投稿してくれて、うん、めっちゃ見てて、すごい。でも瀬戸里が良かったみたいな、めっちゃ良かった。あ、嬉しいね。つぶやいてくれてるから、ね、嬉しかった。結構長くさ、みんなで話してさ、そう、2点3点したんだよね。そう、めっちゃ。もともとだってビギナーとかやるよね。そう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 。そう、なんか最初かっこいい感じでやろうと思ってたけど、結局もうなんか王道系を詰め込んだ、うん、でも良かったね。良かったかもね。良かった、うん、なんか豆柴さんの方の方もなんか元々昔 AKB が好きファンで、うん、で今豆柴さんでも懐かしい曲あったから、うん、そう、弾けて良かったみたいな。良かった、やっぱ王道系で良かったね。そう、良かった。なるべくね、シングルもちょっと、そうそうそう、多めに入れてみたりとかしてやってましたね。牛丼のキングサイズ食べれそうだね。だって食べる。まほちゃん、うん、食べれるんじゃない。食べれそう。キングってどんくらい。めっちゃ大きいんじゃない。私高田明太の牛丼食べてみた。え、美味しいって。辛い。辛いの。私辛かった。辛いんだ。なんかそれにチーズ乗せてめっちゃ美味しい。あー、美味しそ う, そう。私でもチー牛しか買った人だから。私もチー牛が好きね。え、チー牛ほんと美味しいよね。え、でもさ、チー牛って結構さ、同じ味だからさ、いろんな味をさ、いっぱい食べたいから。あー、なるほどね。そう、シングのチー牛そうだね、なんかいろんな味変したい。確かにキングサイズでその中で 4,、うん、4個くらいに、なんかそれだったら絶対31みたいにさ、うんうんうん、4個くらい入れてほしい。確かに、うん、そう。レイちゃんより、レイちゃんより口数多いの稀に見る。だって例えば、ね、私ずっとショールームで一人で話してるけど。あ、そうなの。それよりもまほちゃんが話してる今。わかるわ。まほちゃんずっと喋ってる。ちょっと画面出ないの。だって本当だよ。やっぱそのおこがましい、おこがましい、おこがましいわ。みんな望んでるよ、ちょっと画面に入るのも。じゃあ指だけあげる。指だけくれんの。指もらってもな。あ、映っちゃった。あおばひげ。耳の鼓膜切れなかった。
から今からボイトレだから声を出すから出しとかないとね逆にない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 なんだっけなんだっけなんだっけゴーなんだっけゴーはっ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 はあの外に声が響かない部屋だから防音室そうそうそううちらのための場所耳があってみんなの耳めっちゃやられてんだけど耳がごめん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 なんなんだよちょっとテンション高いねだってテンション高い全然だよ一人の配信の真似できるよやってうん。こんなんじゃないのに。嬉しい。ありがとうございます。違うよ。なんかミクがね。そうミク可愛いんだ。うん。うんうんうん。マホちゃんやって。マホちゃんやって。マホちゃん。マホちゃんの収録。マホちゃんの収録。サトと仲いい人、明るい人本当真央ちゃんしかバラ本当あ、いたわよなんかよく喋る子が多いなそうバランス取れてんのよだから確かにだから仲良くなれるってあそうじゃないそうあサトはさ、もうベラ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 って話すタイプじゃないじゃん待って、分かっただからそうだよねだから確かにどっちかが話さないと距離縮まんないからそうじゃないだからだ、サト真央ちゃんと仲良くなったんだよ、うん、そうそうそう考えなくていいからさと受け身でいればさそうなんかね話振るのとか面倒くさくなっちゃう確かにでも一番最初さ、うん、私も一応さ、うん、これ見ても人見知りだからささと、うん、ちゃんと初めてご飯行った時はさと、うん、ちゃんがちゃんとリードしてくれて、でもね喋りかけてすごい嫌だった疲れた疲れた全然喋んないなと思ってあでもなんかちゃんと喋って喋んない子もいるじゃん、うん、私も私そんな喋ってなくてまほちゃんは喋ってた嘘1個投げかけたら3つくらい返してくれるまほちゃんあ本当にそうそうそう気づかないわそれはだから話しやすいねだからねそう通ううんだから友達できないんだな一応先輩一応ってか普通に先輩じゃん先輩だからおい大先輩でも大先輩だぞ失礼しやした何年目だと思ってるんだ威厳がないよ威厳全く威厳ないよ先輩だぞ先輩だからさ二人ともでもさサトちゃんは普通にさ、もうなんか普通にしゃべ、最初は、うん、でもサトなんか普通に呼んでいいよみたいな、なんだっけ、すごい話すの下手かも。最初サトちゃんだったんです。うん、最初サトサトネさんかな。でもなんかサトって呼んでいいよとかさ、普通に、うん、でもさタメ語でいいよみたいな言ってたっけ？覚えてないわ。レイちゃん私に言ってる？言ったっけ？覚えてないよ。あんま気にしたことない。あ、そうなの。確かにでもてかここまでの距離感になったら何でもいいまーちゃんよくそうなんかタメ語じゃなく喋れるようになったらめっちゃ全部心開いちゃうあそういうことそうなんだそうだから喋りやすくなっちゃうまーちゃんと仲良くなったきっかけは、うん、まーちゃん心開いてくれたからかもあなんかすぐ仲いいの何でも喋ってくれるのああなるほどねそう私もなんか仕事がないそうそう、うん、分かる、ね、全部聞いてほしくなるよ、ね、そう全部言っちゃうの意味わかんないそうそう相談事じゃなくても全部今までの話を全部しちゃう全部しちゃうのと全然話してないわじゃあそうだよ、秘密主義者だよ、ね、そうめっちゃ秘密主義者めっちゃわかる、うん、なんかね
私のこと知りたい。でもそんな心配ないから。でもちゃんは結構だいたいわかる。でも別になくて、なんかレイちゃんは、うん、嫌われたくないから言えない。あ、確かに言ってる。まだ聞いてないわ。これレイちゃんに言ったらどこで嫌われるかなってめっちゃ言ってくる。そう、これはね、うん、後で教えて。後で言ってもいいけど全然大丈夫だよ。絶対嫌われない。厳しいなだけ。うん、全然私結構寛容に来てるよ。本当に確かにレイちゃんはしっかりしてそうだからそういうイメージあるかも、うん、嫌われそうって。全然大丈夫そう。うん、道に粒吐かない限り。そんなことしない。そんなことはしないよね。瞬間にもうダメだ。そこなんだライン。本当に嫌だ。本当にそこなんだ。絶対嫌だの。あとね、あれも嫌だ。道なの。なんかすごいさ、草は草。草はいい。道がダメなの。道がダメ。あ、硬いのがダメなの。そう。あ、なるほどね。ふわふわしてたらいい。草だったらいいよ。確かに馴染むもんね。ちょっと馴染んで。自然に歓迎されるからね。人混みの中でもう歩いてて急に前で止まる人、うん、え、待って、嫌なの。え、まあ、それはみんな一緒じゃない。でも確かに私めっちゃ改札の前でもたもたしちゃう。あ、もう、まあ、最悪。それやめた方がいいよ。後ろの人ってなるよね。かかってるよ。分かる分かる。満員電車の時とかね、私も嘘だろって思う。もうちょっとこっちにやりな。ここか。口には出さないよ。出さない出さない。で気づくよ、改札の前に行って、あ、パスモがない、よし。いや、そしたらもう、よし、端に、端に寄らないと。それはさ、余裕持って生きてる人だからじゃない。そんなのだって私いつも行き急いでるから、てかもう大体日本人は急ぎすぎなんだよ。そう、時間いつもギリギリだから、うん、マジでやばいと思う。このあと1分次乗り換え早くしないとって思いでもう通るから。その時ね、1秒見えました。1分1秒見えましたから。よく遅刻してるよね。でも最近はちょっと来てる気がする。ちゃんとしてるよね。昔、これ言っちゃダメか。昔さ、遅刻してあのそこで怒られてた。怒られた。懐かしい。そういうこともあってね、今だからね。そうなんですよ、マジで1分1秒を争う。結構当たりだった。面白いよ人生です。それもそれも人生。それも人生です。そう、やっぱ楽しく生きたいよね、どうせなら。そうだよ、さとちゃん絶対もっと楽しく生きれる。え、それはもう、うん、どうやったら楽しく生きれる。割と私たち結構楽しく生きてる人じゃない。めっちゃ楽しく生きてる、ね。うん、レイちゃんはマジで楽しんでるわ。めっちゃ人生楽しんでる、自信ある。まーちゃんはまだ里寄りじゃね。まだいける。嘘、全然中間。そうだって、なんか明日、あ、でも楽しんでるね。うん、明日世界が終わるって言われても悔いないもん。確かに。あの、もうすごい。そうだから全部、まあ、いつ終わってもいいっていう気持ちで。二人ってちょっと似てる。私も人生1回しかないから。そう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 、っていう、ね、人生1回っていうのはめっちゃずっと考えてる。わ、ね、かる。それは大事。なんかの決断の時に、うん、もう1回の人生だから、うん、じゃあさ、佐藤の決断もして、それでもしその決断して、うん、もし後で佐藤が後悔したらレイちゃんのせいにして。最低。自分最悪じゃん。でもいいよ、決めてあげる。決めてあげるよ。人のお弁当とか決めん得意だよ。採用されたことないけど。人生とお弁当一緒にするもんじゃない。そんなの自分でも決められるわ。あ、 B 型？ B 型。え、めっちゃ B 型っぽい二人。B 型だな。でも B 型 B 型ちょっと違う B 型だね。あ、確かにちょっと違うね。ちゃんと時間通りに来る B 型と時間通りに来ない B 型。でも B 型ちゃんも結構マイペースな時もあるから。スイッチがある、私の中で。あとはね、大型だからめっちゃ大雑把。あ、そうなんだ。大雑把かな。丁寧じゃない。めっちゃ大雑把。めっちゃ大雑把だよ。ありえないくらい。そんな、うん、例えばなんだろう。え、なんか普通になんだろうな、お弁当の食べ方。え、待って、お弁当の食べ方大雑把だっけ。、まあ、これでいっか、これでいっかみたいな感じ。そう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 、まあいいや、みたいな。まあいいや、これでみたいな感じ。あ、多い多い多い。まあこれでか。うん、まあ、いいね、あ、こっちでもいいのがいいな。まあまあ、うん、それでいいよ。あ、よく言ってるわ、よく言ってるわ。まあいいね、いいね。確かに確かに、うん、適当だ、大雑把が適当なんだよ。適当、マジで。いや、本当に適当っていうか、あんま興味ないもんね、何にも。そう、何とも思ってないんだよ。それで、それでこっちでもいいし、こっちでもいいから。あ、じゃあこっちって言われたら、まあこっちでもいいよ。あ、なるほどね。まあどっちでもいいよ。いいと思う。そんなに強い意志がないタイプ。そう、意志がないの、だから人間じゃないって言われる。あ、意志ないわ。誰に言われるの。自分で思ってるだけじゃん。人間じゃないって、だから思ってるだけだよ。たまに、自分で思ってる。たまに映画とか見て涙流した時は、あ、自分って人間なんだ、ね、心配になるよ。思い返す。全然泣かないよね、さとちゃん映画。そんなことに人間感じたら危ない。鬼滅ちょっと、あ、
サタ泣いてなかったよね。私鬼滅は結構えサタね、あれめっちゃ泣いた。人間かと疑った。人間じゃないよそれ。糸糸めっちゃ泣いた。見たことない。そうなんだ。糸とあと僕のワンダフル。ああ、ワンちゃん動物系。動物系大好き。でもめっちゃ良かったね。見てほしいわ。多分ちゃんだってさ、ホムラ聞いただけで泣いた。そうだよ。やばいよね。ホムラの歌詞で連絡さを思い浮かべただけで泣けるの。隣でさ号泣してる感じ。どうしたのかな。ママちゃんがホムラ歌ったらどうなるんだ。泣くよ。ゆずかと二人でカラオケ行って、ホムラ入れて一人で歌って、うんこさんって言いながら泣いたらゆずかに、え、マジで大丈夫？ちょっとも歌いたい。煉獄さんさ、推しだったの？推しじゃないよ。推しじゃなくても泣けるの、うん、泣けるよ。あんな姿を見せられたら、もう煉獄さんってなるよ。もうだってもうさ、あのさ、起きろ攻撃されているとか、あのタイミングのもう全ての条件がパーってさ、映画のやつが来てさ、もう、僕たちは、おらもう約束してやめたんしろ、うう頑張ってね、レクさん。おー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 、でも嫌なの、本当についたくない。うん、ドン引きしてる佐藤ちゃんと感受性がすごい、すごい。私めっちゃ感受性豊かだ。喋り出したら止まらないね。言葉のマシンガンだな、本当にそうよ。でも語彙力があるってことだから素晴らしいことだよ。口が止まらない、早口言葉、早口放送してる。面白い。ファンの人に見せてよかった、真央ちゃんの姿。昔はいつも私のこんな子じゃないしか見てないから本当にこんなことして本当にいつもこんな感じ。分かってくれたでしょ。そんなことないよ。分かった、みんな似てるでしょ。本当にこんな感じだね、いつも。初めて会った人種かもしれない。あ、分かる。え、そう。だったこんな陽キャ。え、もう陰キャなの。あ、確かに、うん、なんだろうね。なんなんだろうね。だ、仲いい人にはめっちゃいけるんだけど、ガツガツ。そうじゃない。あの、仲良くない、仲良くないって言ったらだけど、あんまりこう心開いたことない人はすごい溜まっちゃう。あ、わかる。結構なんか何でもさ、こう許しちゃうっていうかさ、何でも笑ってさ、はぁってやっちゃうから、そこ当たり強い人とかさ、学生の頃いたり してさ、うん、そうなんだ。そうそうそう、だからなんかすごいね、雑に扱われてくるタイプ。雑に扱われるタイプしてもいいんだ、ね、そう、何でもいいと思われちゃ う。だからちょっとね、傷つく時あるよ。そうだよ、ね、それは嫌だね。そう、どんなタイプだった、学生の今もだ、中学、小中とか。ね、中学、小学校はめっちゃ発言するし、すごい、バンバン仕切ってた。ちょっとさ、なんか手とか上げられないタイプだったからさ、それで夜泣いたことあるわ。かわいい。あげられなくて、ね、うん、お腹かわいてちゃった。なんであげられないんだろう。超積極的。なんかかわいい。なんかちょっと奥ゆかしい日本人らしい女性だなと思いまして。思いまして。奥ゆかしいなと思いまして。かわいいと思ってしまいました。ありがとうございます。奥ゆかしい。ありがとうございます。嬉しいです。言ってしまいました。そういうことを言ってしまいました。発言してそう、確かに。めっちゃ発言したり。でも中学校に入って、なんか AKB でなんか注目されることがちょっと嫌になって、なんかおとなしくなった。めっちゃ握手してくださいとか。いいじゃん、いいね。なんかそんなの、いや、よくないよ。なんか昼休みにできるだけ目立ちたくないの。上級生が見に来るのよ。あの子がなんだ、うわ、私が嫌すぎて昼休みいつもトイレとか。マジ違うところ行った。すごい、なんか漫画読む世界じゃん。そんな、そうかもね、羨ましい。通り過ぎるたびに、お、いけるよ。そう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 、だってさ、影で言われるから。髪をさ、こうやって結んだだけでさ、意外と地味なんだね。めっちゃ怖い。怖いよね、上級生。確かに、確かに上級生怖いね。怖いね、それは。怖かった。確かに。そうなの。なんかめっちゃ嫌だった。窓からさ、里散歩って叫ばれて。あ、面白い。ごめん、笑ってる、これ。本当に嫌だった。めっちゃ笑っちゃってる。めっちゃ笑っちゃったんだけど。3回目くらい、これ聞いたの。これ、何回聞いて面白い。これ嫌だね。なんかちょうどね、なんか、里散歩とは嫌だよ。帰る時に、なんか、窓が隣に、なんか、そう、分かるのよ、外が帰ってるって、うんうんうん、見えんのね。そう、見えちゃうから外サンタ、そういうの嫌だよね。見てくれてるんじゃんよ、男子視聴者。高校生になってもいるよね、そういう人いるわ。いる。ヘビローテーションを踊ってたりとか。すごい嫌だよ。なんか踊ってて、うん、なんかアイボンチューって私が通り過ぎる時に怖わ。陽キャだね、それは。アイニージューってやんなきゃいけない。あ、でも総選挙の次の日とか、総選挙何位だったのとか。あ、それは嫌だね。嫌だね。なん
まだ分かってないんだろうね、総選挙というルール。確かに確かに。AKB が100人くらいいることを知っていないと思う。なんでテレビ出てないのに早退してるの、うんうんうん、みたいな。ああ本当に早退かなんか何の仕事みたいな。なんて言ったね。そうそうそう。それを乗り越えね。乗り越えてきました。友達できませんでしたよ。だからさ目立ちたくなくなっちゃうよね学校とかで。そう。その気持ちは超わかるわ。目立つの大好きだったけど。目立つの大嫌いだった。小さい時から。うん、そうなんだ。いるよね、証拠。目立たない。目立つの大好きな割に、なんかそういう感じの子いいなって思ってたよ。なんで？やっぱさ目立つとさめんどくさいこともさ、うん、なんかこう全部さ、うん、やっちゃうのよ。自分からさどんどんさ自分の状況悪化させていくわけ。なるほどね。おとなしくいた方がいいことだってあるのに。確かに。うん、見ないご飯行こうってなってさ、うん、で仕切るってなるとさ、仕切りなんか言ったことない。お店探して予約して。それは無理だわ。めんどくさいじゃん結局、うん、超めんどい。学校でご飯とか行ったことない。真央ちゃんとしかご飯行ったことない私でも地元のこの間久々に、うん、あのそのずっと小学校から幼馴染の形で焼肉行って、うんうん、で私肉を自分で焼くようになった。ここ1年くらいで、うん、でしたら真帆ちゃんが肉焼いてるじゃんってめっちゃ褒められて、どういう人だと思われてるの。焼いてなかったの今まで。焼いてるの全部任せた。お願いしますって。そうなんだ。私食べるだけ。すごい姫ポジだね。確かに。小学校の時は超7人しかいなくて女子が、そう男子も7人で、うん、だからもう私女子のトップで。確かに。こういびり散らかしてからしたら中学生の時から急に友達なくなっちゃってドインキャに下がってで、そうもうね誰もう何も喋れなかった、うん、で急にもう怖いよね人生転落みたいな。で高校も陰キャで、そうもう私の黄金時代小学生しかない。学生なんだ。それは悲しいね。小学生14人ってこと？そうそうそう。なんかね、ひばり4ってわかる？あ、懐かしい懐かしい。そうそうそう。それを私小学生の時にあのひばり様のポジションで周りに従えて、あの葉っぱ、うん、葉っぱあの枯葉をみんなが集めて私にこうやってそうふうってやってくれて、ふうみたいな。枯葉だよ、いいの？枯葉でいいの？葉っぱだったらいいんだ。そう、あと冬だったらあの雪がさ積もってたのね。うん、そこに私がこうやって寝っ転がって、その友達が メルティーキスのチョコをこうやって雪こうやって手で持ってくらしてくれて、ね、雪のキスはって言った。私の口にあのちょうどいい CM のタイミングで口にパクって入れて、そのメルティーキスごっこっていうのをしてて、あの大体私がこういい役をねもらうわけですよ。メルティーキスめっちゃ面白くてめっちゃ楽しいのよ意外と。そう、チョコ食べれるしね。そうチョコ食べめっちゃいいじゃん。めっちゃいいの、いいポジションだった。うん、輝かしい小学生の知らせるって楽しかったな。おだまり困りっつってね。それがひばり4。そう、私が一番トップ。会場手伝うか。あ。声聞こえたから。マイクで喋りだした。歌歌いたいね。でもやっちゃダメなんだもんね。そうだよ。なんで？え、あれじゃない？許可？これでやったらいいんじゃない？おお。でも歌下手だからやめとくわ。あ、やっとこう。アカペラで歌おうよ、じゃあ。何がいい？ごめんね。ねえ。私のお箱。お箱やめて。お箱だからいいや。いいじゃん。うまいよ。え、マジそれうまいよ。あれだけね。あれだけな。めっちゃうまいよね。マジでうまい、ね。めっちゃうまい。でも声が、声質が歌いやすいのかも。か最近はね、あと恋愛サイキュレーションもちょっと。あ、ね、あ絶対いいじゃん。お箱になりかけて。絶対いいじゃん、それ。そう、お箱2個くらい持ってたらいいね。そう、歌う、歌う。でもそんなんじゃダメ。あ、超合うね。かわいい。かわいい。あ、ごめん、かわいいって言っちゃった。山田かめしも。声がかわいい。声がかわいいよね、やっぱり。歌い方が可愛い。歌い方も可愛いし。心が進化するよと思った。おいきゅうじゃん。あ、そうだよ、及川さん。え、ほんと、及川さんが好きなの？うん。あと、菅原さんが好き。
こいいでしょ。やっぱチャラチャラいいじゃん。そうなの。なんでだろう。やっぱイケメンだからね。イケメンは仕方ない。もっとさ、私ケンマが好きなんだよ。あ、佐藤のケンマ。ケンママジいいんだよね。佐藤のケンマ。ケンマね。可愛い。可愛い。わかる。可愛いよ。無気力な人。赤石とか好き。赤石。あ、無気力組が好きなの。赤石さんマジで好きなの。今までしてきたことが。まあね、本当許せないから私。でも顔もさ全部許しちゃう。ちょっと怖いから。性格ちょっと悪そうだもん。西野屋めっちゃ男性人気高いイメージある。え、そうなんだ。うん、メグさんと千織さんのやすさん推しっていう。あ、そうなんだ。うん、でもメグさん明るい人好き。そうそうそう、元気。明るいキャラが、ね。そう、超元気。元気明るいキャラ。ママに見てやばい、もう買わないでねって。ジャオフェスのジルちゃんのグッズごめん、もう昨日落ちりました。マジ？うん。え、30と31コミケあるよね。あ、30、31？ え、どのコミケ？12月なんだ。うん、年末じゃん、超コミケとか好きそうじゃない？確かに同人誌とか読む。あ、読む。あ、じゃあ、え、でも BL とかはめっちゃ読む。あ、じゃあ BL は普通に好きじゃん。漫画で読むけど、うん、同人誌のあの呪術とかそういうなんかジャンプ系のやつとかは、うん、割とツイッターでさ伸ばしてる人いる。そっちで読むかな。お金は払わないよっていう。そう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 、その途中のね、途中までの。ここからは本買ってください。あれで読んでる。おさむさんタワーって。おさむさんタワーありがとう。おさむさん、おさむさん耳をおかしくなってる。ごめんなさい本当に。おさむさん、やっとか可愛い声で言ってあげる。ありがとう。おさむ可愛い。あ、それだけなんだ。おさむ、かわいいかい。え、私おさむかわいい。かわいい。あ、よかった。声がかわいい。声がかわいい。ありがとうございます。話し方、話し方、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みーさん、ありがとう。またば、あと6分始まっちゃうよ。早いね。少々読まないとやめますか。あと1分ぐらいでやめたら。そうだね、あと15分ぐらい。笑ってる。笑うしかないよ、もう。草生えちゃった。あ、草生えちゃったか。おさむさんめっちゃ年上なのよ。申し訳ない。おさむさん、そうなの。おさむ超年上なの。大ベテラン、人生の大ベテランなのね。おさむね。レイのおさむ。レイのおさむ。今日はあれですよ、スカパー。あ、やばい、萌え萌えが萌え萌えって言わないと。ありがとう、たわ萌え萌え。なんてキモい。萌え萌え、かわいい、かわいい、いいじゃん、いいじゃん。萌え萌え、あ、やべえ。3種類、3種類、3種類。ありがとう、萌え萌え、たわ。これもさ、今から声出しなくてもうちらいけるよね。いけちゃう。声出ししなくてもいけるよ、もう。大好きだって言っちゃう。好き。なんだこりゃ。あれもう聞きたいわ。ね、ずっと聞いてない。好きだ。ふさみんなありがとう。ずっとソトピ打つって言ってこられるんですけど。ソトピーが NG 出してるから。え、まあなんか見返りがあるな。うわ、そう言って。うそ。あ、映ってくれた。映ってくれたよ。うそのぴょーん。あ、なんか鼻つぶされて息ができない。息がよかった、リセット。ごめんね。ごめんね、みんな。そろそろランキングを、ランキング読んで読みますね。
13位ハヤリンゴ、豆柴48の写真、手紙それです。あ、ありがとう。12位オノピーさん、11位ユキタンさん、10位クマさん、9位黒猫モフモフさん、8位シロチャンハーさん、確かに7位マサマサさん、6位ペコさん、5位元気さん、4位ブルーアットタイマンさん、3位クマッチョさん、2位オサムさん、1位モイモイアットアイル最高さんです。あ、ありがとう。ありがとう、ありがとう、みんな。じゃあランキング見ます、うん、あ、間違った。1位しげさん、ありがとうございます。2位グーグルペイさん、ありがとうございます。3位浦丸さん、ありがとうございます。4位わきぴぴさん、ありがとうございます。5位のぶゆきくん、ありがとうございます。6位グーさん、ありがとうございます。7位松尾さん、ありがとうございます。8位エリヨッシーさん、ありがとうございます。9位エースさん、ありがとうございます。10位ともんくん、ありがとうございます。11位ミスターポポさん、ありがとうございます。12位トトチャオさん、ありがとうございます。13位ブルーアット台湾さん、ありがとうございます。ブルーさん、すごい。お、すごい。どっちにもランクインして、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。おやすみ。おやすみじゃねえか。またね。